総務省、もう一回、放送法の41条を読みます。読み上げます。41条、委員長は経営委員会の終了後、遅滞なく経営委員会の定めるところにより、その議事録を作成し、これを公表しなければならない。これはでも申し上げましたけど、この条文は、放送法、これ、議員立法でずっと変えてきていて、この条文、私、関わっているんですね。で、今日ご説明いただいたことに、重ねて感謝を申し上げるとともにですね、ただ、経営委員会のガバナンス、本当に聞いてるのかと。最後まで聞いてください。経営委員会見解ということであればですね、議事経過を公表することとしましたではなくて、経営委員会の透明性という観点からということではなくて、この第41条、放送法に定めるところにより、放送法に定めるところにより、議事録を公表するとするのが本当なんではないでしょうか。私たちが必要としているのは、この議事要旨ではなくて、議事要旨ではなくて議事録なんですよ。放送法にこう定めたのはまさに言論公共放送としての、私たちは本当にその歴史の上のですね、大きな歌詞と言っていいんだと思います。重荷を負っているわけで、そのことに鑑みて、この41条というのは非常に重い条文なんですね。で、それがあるかないか、あるかないかやって、そして出てきたものがですね、この議事経過というのはですね、私はとても受け入れがたいと思いますので、ぜひ議事録を放送法に従って出してくださいませんでしょうか。説明いたしましてですね、41条でそういうの公表するということを定めておりますが、これに基づきまして委員会として自律的に委員会事務運営規則を定めておりまして、それで、実際公表しておりますが、その中で、先の審議検討または協議に関する情報であって公表することにより、その審議検討または協議に行えようと、それはそれそれがあるものとかですね、個人の指名であって殺せることにより、当該個人の名誉、プライバシーの権利を不当に侵害するせいである、こういったものを一部非公開にするということを禁止しておりますですね、それに基づいて扱っているということであります。ですから、そういったものについてはですね、基本的には非公表 の部分がありまして、それについては議事の記録は残してありますが、公表はしてないということであります。そのね、森下さんの説明は受け入れることはできません。この間、野党合同ヒアリングで、私たち野党の国会議員が、この放送法41条に基づいて、議事録を見せてほしいと。そうすると、定員会の皆さんは、皆さんもそうですけれども、とにかく、その41条の例外規定により、公表しないというのではなく、そもそも議事録は作っていないと。公表することを前提にしなかったので、議事録はないと言ってたんですよ。議事要旨もない。議事経過は分からない。それがですね、今更ですね、その41条の例外規定を持ち出して、公表しないということを前提にしてたのに、それを公表することです。私たちにこれまで伝えてた説明と全く違うんですよ。作ってないというふうにおっしゃってたんですよ。それをなぜ、実は作ってました。ですから、今の森下さんですね、説明が曖昧に申し訳ないというふうに申し上げだったんですが、説明が曖昧だったんじゃないんです。嘘ついてた。そのことについての反省、謝罪必要じゃありませんか。私は前に説明したときも、さっき言いましたように、公表するものは作ってないと。だから、作っているというのは記録は残しているんですけど、公表するように作ってはないんですね。まあ、それで、何々と言ってたんですけど、基本的には記録は残してあるから、それを議事録というかどうかというのはいろいろあるんですけどね。ですから、私もはですね、さっき言いましたように、あの時も私は1回目の時に説明したと思いますが、
この54条に基づいての話もないと言って、第5条4項で、先ほど言いましたように、例外規定がありますということを、これは説明しておりますので、一回見てください。ですから、非公表にしてますということを、ちゃんと説明しておりますので、ですからね、でその時に、これは非公表なので、議事録は、そういったの公表用の資料を、議事録は作ってないというのは、公表用のものは作ってないという。ということはですね、放送法に基づく議事録は、あるんですか、ないんですか。議事録というか何かというか、はい、そういう曖昧なものを聞いてるんじゃないです、はい、私たちは放送法41条に基づく議事録はありますかと聞いてるわけです。はい、基本的にはですね、公表非公表にかかわらずですね、そういう意味では議事録は あるということですね。はい。